皆様こんにちは、愛です。本日はですね、こちらカラーポップでお買い物いたしましたのでご紹介していきたいと思います。よろしければ最後までご覧ください。サイバーマンデーの時にカラーポップ全品 20% オフっていう形でセールをしていたので、その時にいろいろとですね、欲しいものがあっていくつか、きっとまあサイバーマンデーで安くなるだろうと思ってたので、お買い物しようと思ってこう楽しみしてたわけですね。それで購入したものとなります。まずさ、こういうさ、箱とかのこだわりがいいなって私は思っていて、これ独自で作ってる箱で、開けるとこんな感じでさ、カラーポップって内側は全部すごい可愛いわけですよ。商品入ってるんだけど、お買い物した時ってやっぱり物が届くとすごい嬉しいじゃないですか。だけれども、この箱開けた時にさらにこうハッピーな気持ちになれるっていうのかな、それがね、やっぱり私すごいね、素晴らしいね、プレゼンテーションだなって思っていて、この箱はね、素晴らしいって私いつも思うんですけれども、きっとバイマーとかでお買い物されるとこういう形ではもしかしたら届かないかなと思うんですよね。やっぱりこうたくさん頼んでおいて、その中からいろんな 方に分けるっていう形になると思うので、インターナショナルシッピングが始まって、まあ、送料は25ドルかかるんですけれども、物はとってもプチプラでもあるし、こういった感じでね、箱が可愛い箱で届いたりとか、サンキューカードもね一緒に届くんです。もちろんこれはプリントなんだけれども、手書き風にすごく見えるし、とっても可愛いでしょ。スタイルブック、これを使ってますよみたいなルックのものなんですけれども、すごいね可愛いから、こういうのを見ててもとっても自分のアイディアにもなると思うんですよね。海外通販ってちょっとハードルが高いなーなんて思われてる方もいらっしゃるかとは思うんですけれども、一度ねやってみるともう全て同じパターンだから、ブログなんかでもとっても詳しく海外通販の仕方みたいのを書いてる方もいらっしゃるので、そういうの検索してやってみると、もう次からは特にハードルが高いなっていう感じにはならないと思うので、ぜひねこういうねハッピーな気持ちに皆さんにもなっていただきたいななんて思って、でカラーポップ購入したいなとか思われている方は、まあ、バイマでもいいとは思うんですけれども、公式から購入していただいたらいいかなと私は思っております。まあその際ね、どうしてもクレジットカードが必須になってしまうかなとは思うんですけれども、だからね、クレジットカードなどはね持てないね学生さんとかには難しいかなとは思うんですが、ご両親にね協力していただけるようであれば、自分のねお小遣いをお父さんお母さんに渡して買ってもらうなんていうこともねできるかなとは思いますので、 I have とかは日本語で書かれてるから分かりやすいかと思うんですけれども、日本語の記載のないね海外通販もね、一度チャレンジされたらきっとね次が広がると思いますので、ぜひトライしてみてください。前置き長くなっちゃったので申し訳ないんですけれども、一つずつ商品紹介していきたいと思います。こういうとっても可愛い、一個ずつ入ってるんですけど、可愛いカードが付いている商品です。これはですね、私ね、とってもいいプロジェクトだなって思っているんですけれども、これはワンちゃんとニャンちゃんのね、モチーフになっているんですけれども、このね、カードの裏には、ちょっと長い文章が書いてあります。そこにはですね、この2つの商品ですね、ワンちゃんとニャンちゃんの商品なんですけれども、を買うと、動物保護団体、ベストフレンズアニマルソサイエティっていうのかな、に、売上の一部がドネーション、寄付されるという商品なんですね。保護団体に寄付されて、少しでもね、ワンちゃんとかニャンちゃんのためにね、役に立つかなと思って、私これ毎年ほんと買いたい商品なんです。で、去年、ちょっと出遅れちゃったというか、どうしようかな、他にも欲しいものがあるから集めてから送料かからないまで商品が決まったら買おうと思ってたら、買い逃してしまって、うわーやってしまったと思ったんですけれども、殺処分とかそういうのを防ぎましょうっていうことなんですよね。 LAR No Kill City by 2017にしたいということですね。2017年は殺処分させたくないですっていうことなんでしょうね。 We raised over 90K って書いてあるので、うん、90K だと私もこれに協力したいと思って、毎年協力したいと思っていて、だってとっても
ても好きなお化粧品を買って、なおかつとっても大好きな動物たちのために寄付ができるって素晴らしいことだなって私は思っていて、とっても素晴らしいね、プロジェクトだなって私思っております。今年も2つ、この2つです。で、1箱ずつ開けていきます。とこちらがまず1つ目、パピーラブ、パピーラブという両方ともアイシャドウなんですけどもになります。両方とも限定だからさ、なんか変わった色が出るのかなと思いきや、とってもねニュートラルで使いやすいカラーが出ます。なのでそれも買いやすいポイントかなって私は思っていて、ピンクベージュっぽいカラーですね。シマーの入っている可愛いシャドウなんですけれども、アイベースにするにはすごく使いやすそうな肌に近い色かなと思っております。通常使いもすごくしやすいと思いますので、誰にでも使いやすそうな色で寄付をする商品が出てるっていうのもやっぱりね素晴らしいなと思っておりまして、もう一個こっちのにゃんこちゃんの方ですね。キャットナップ、キャットナップというカラーです。かわいいよね、ナップ、猫のお昼寝ってことでしょ。結構グリッターですね。かわいいカラーだと思います。ローズなカラーかな、この色です。ちょっと手汚くてごめんね、手荒れすごいから。このローズなカラーですね、すっごいかわいい。これめっちゃかわいい、やだこれかわいい。こう組み合わせたらすっごいかわいいだろうな。この辺に混ざった色があるんですけど、ワンちゃんの方をベースにしてニャンちゃんの方をメインとかにしたらすごい可愛いと思います。もちろんさ、私このプロジェクト自体がすっごい気に入っていて、言い方良くないけど使わなくてもいいやって思うぐらい、このプロジェクトのものを買いたいなって思っていたのもあったから、カラーもすごい可愛くって使いやすかったので買って良かったなって思いましたね。すごい嬉しいです。あと3つの商品を買ったんですけれども、カラーポップですね、ハローキティとコラボレーションしまして、一番欲しかった商品実はお化粧品ではなくて、でもそれがアウトオブストックになってて、あーなくなっちゃったんだ、でもあのソールドアウトになってなかったからアウトオブストックなのでまた入ってくるかなと思って楽しみにしておりましたら、ちょうどその私がね狙っていたサイバーマンデーの時に戻ってきておりましたので購入したんです。それがね一番欲しかったのはこれなんです。ポーチ、ハローキティメイクアップバッグというものになっております。キティちゃんのおリボンのチャームがついておりまして、可愛いカードも入ってたし結構大きいですよね。マチもしっかりあっていっぱい入るなと思って、私あんまりポーチ最近使わないからポーチの行き場がないんだけどチューブ型のものってとってもかさばるじゃないですか。チューブ型のお化粧品とかをこの中に入れてね旅行とかに行けたらいいなと思って、お化粧品ではなかったんですけれども本当に一番欲しかったのはこれになりますね。キティちゃんのコラボの商品はまあ戻ってきてくれてとっても嬉しいです。これからね使っていきたいと思います。リッピースティックですね、リップスティックになります。箱もすごい可愛いし、蓋にはキティちゃんついてて開けるとおリボンが出てきたりとかしてすっごい可愛いですね。パッケージもすごい可愛い、リップスティックの先っちょはキティちゃんのおリボンになってますね。ロゴも入っていてっていう形で、お色はレッツプレイという赤ですね。赤を買ったんです。赤ですね、赤いですね、赤い、いい赤ですね。グリッターがすごい入ってるからめちゃくちゃ可愛い。似合わないかもしれないけどちょっと塗ってみましょう。塗ってみました。適当にパパッと塗ったんだけど、まずこれがすっごく細いのでリップペンシルなくてもこの細い先っちょを使ってペンシルみたいに一回アウトライン取ってから中埋めるっていう形にするとすごい塗りやすかったです。フォーミュラーもとっても滑らかでスル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 塗れる感じなのでとっても塗りやすいリップだと思います。本当にすっごい細かいグリッターと、あとシマー入りなんですね。すごい分かりづらいけどこのシマー感とでちっちゃいグリッターが入っているので綺麗にツヤツヤピカピカする感じですごい可愛いカラーですね。毎日使いとかはできないかもしれないんですけど、トゥルーレッドっていう感じほど真っ赤ではないと思うんですよね。赤って結構難しいと思うんですけれどもすごい馴染みの良いいい赤ですね。よかった。
他にもやっぱりキティちゃんって赤いイメージがあると思うので、赤いリップスティックいっぱい出てて、リキッド系とかも出てるんですけれども、気になってたんですけど、このねリッピースティックっていうもの、商品自体私は今まで買ったことがなかったので、リッピースティックで一色リップ買おうと思ってたから、すごいちょうどよくて、で可愛かったのでこれも買ってよかったです。ママズアップルパイというアイシャドウのセットです。4色入りのセットですね。帯を取ると中身もわかるでしょ。ここもすごい可愛い可愛い。ハローキティは5つのアップルと同じ背の高さで、重さは3つのアップルですっていうのが、よくキティちゃんの説明で書いてあるのがここにも書いてある。すごい可愛い。こういうところだよね。この4色になります。一色ずつ開けましょうね。こちらの白っぽいキラキラの色、レインボー、レインボーというカラーになります。こういったカラーですね。ベージュ系のカラーがフレンドシップファイルというカラーですね。こんな感じのカラーですね。このとっても可愛い赤系のカラーがスモールギフト、スモールギフトというカラーになります。こんなカラーです。また何とも言えないネイビーのような綺麗なカラーがスクールバス、スクールバス、すごい綺麗。キティちゃんのイメージってカラーなんでしょうね。一色ずつちょっとスウォッチしましょうかね。白っぽくてちょっとキラキラっとしているカラーがレインボー、そしてこれがフレンドシップファイル、これがスモールギフト、そしてこれがスクールバスですね。すごいかわいい、すごい使いやすそう。ギラ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 っていう感じはこの薄めの2つ、レインボーとフレンドシップファイル、あとの2つはグリッターというよりはシマー感の強いカラーですね。これとかキティちゃんのオーバーオール、キティちゃん着てるじゃないですか、あれの色だなぁと思って、すごい可愛いなと思いました。特にこの色とかはすごいハイライトにも使いやすそうだし、馴染みもいいからばっかりなので使うのが楽しみです。以上が私が今回カラーポップのサイバーマンデーセールで購入した商品となります。多分、全部揃ってるかどうかはわからないんですけれども、今回私が購入した商品まだオンラインショップにあると思います。キティちゃんの商品は結構なくなってきてたので、もしかしたら一気にバーッとなくなってしまったかもしれないんですけれども、ワンちゃんとニャンちゃんのプロジェクトのものはまだあったと思います。前回購入した時に9月に購入してるんですけども、その時にゴドロフのクーポンももらっていて、90日以内だったかなのやつだったんですけども、それもねセール時に使えて、なので、20% オフになった状態でゴドロフのクーポンも使えたので、とってもねお得にお買い物ができました。すごくね嬉しかったです。ブログマスももう何日目なんだろう、これはいつアップロードしようかなってちょっと思ってるんですけれども、で今日は7日の水曜日なんですけど、6日のビログをアップしてると思うんですけれども、全然今日もね何にもしてなくって、飾り付けをツリーののんびりとやっていこうと思っております。これがねアップロードされる頃には少しでも進んでいればいいかなと思って、自分にね活を入れてやっていこうと思います。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。